はい、プラタナス賞っていうことで予想していきたいと思います。秘密結社フェガム創生ハッチでございます。まあ、こちらね、東京ダート 1600m の名物2歳1勝クラスのです。まあ、ダートのマイル戦ということで、まあ、このあたりね、あの勝っておくと、まあ、ドバイワールドカップじゃないや、ケンタッキーダービーに向けてですね、まあ、この後あたりから、まあ、大事なポイントレースが続いていくということになってくるわけなんで、まあ、ダート専属のね、この東京マイルのコースで比較的成績を収めるとね、まあ、ケンタッキーダービーに出やすいということで、そこに向けた馬たちチェックしていきたいと思います。まあ、今回ね、軸は4番のセイルオンセイラー、ネット競馬想定だと6番人気でしたね。まあ、2戦目芝でデビューしてダートで一変と、まあ、品系を見るとね、スカーレットローズの品系、スカーレット一族、まあね、ダイワスカーレットとかあの辺に使うつながるスカーレットメールの品系だったり、まあ、このねスカーレットローズの品系はダートで活躍馬を出しまくっているというようなことで、まあ、芝からダートに変わって一変したのも当然というような感じでね、まあ、ダートだったら信頼が置ける血統なのかなということで軸でいきたいと思います。まあ、そして4番人気1番インコントラーレ、お母さんはマイルで G1 勝ちのピースオブワールド、まあ、1200m 戦での、ね、圧勝もありますが、血統的にはマイルまではいけるかなということで狙っていきたいと思います。まあ、そして2番ベストリーガード、芝からダート代わりで圧勝してきたのはこの馬も一緒ですね。まあダノンレジェンド3区だったか、まあ、そんな感じでね、血統的にも持ち時計的にも面白い競馬でね、勝ち上がってきた馬なんで、これも紐には拾っておきましょう。まあ、そして5番ケルンコンサート、まあ、前走ね、距離延長で 1400m の戦勝級初戦2着ということで、さらに1波の伸びるのがどうかですけどね、あと1波の伸びって大丈夫、馬を1002どころか 1000m で、勝ち上がらせはしまいてというようなところでね、ちょっと疑問視をして、まあ、紐の1番手までというような扱いにしたいと思います。まあ、そして7番フルオール、まあ、前走ね、番手追走で競馬を覚えるような形、教育みたいな形で、まあ、時計面での評価はあれなんですけども、しっかり勝ち切ってきたことを評価したいと思います。まあ、逃げて勝ってきた馬よりね、こういう競馬で勝ち上がってきた馬の方が、まあ、次のレースは信頼が置けるというような意味でこういう予想にしてみました。というわけでね、まあ、今回もやってきましたが、この後のね、重賞府中牝馬ステークスおよび、まあ、その翌日の秋華賞はメインチャンネルふえがむ TV の方に予想がアップされてますので、ふえがむプラスレース名で検索してください。まあ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上ハッチーでした。